始めました。どうも、田代チカラです。今日はこの前晩ご飯を食べたヒカル君と真面目に。どうも、田代チカラです。西ヒカルです。いいね。今日は2人でカフェに来ております。なので、真面目に対談をしてみたいと思います。真面目にね、スターバックスで真面目に真面目にスターバックススタバで真面目にならずにどこで真面目になるんだ。いや、そうですよ。ここで真面目になれないやつがね。どこでもね、真面目になれないです。ヒカルはすごく特殊な , 笑っちゃうな。笑っちゃいますね。特殊というか、日本からフィリピンに行って、で今タイに来てる選手で、フィリピン代表でもプレーしてる選手で、すごく面白い経歴を持ってるんで、ちょっといいっすか、いろいろ聞いても、はい、逆にいいっすか。逆にいろいろ言っちゃってもらっていいっすか。すいません、あざす。とりあえずじゃあ軽く自己紹介というか、日本でどういう風にサッカーをやってきたか、始めたところから0歳からもらっていいっすか。0歳からまずお母さんのお腹の中で、ありがとうございます。そう、まずね、まずお母さんのお腹の中で、へその緒をシザーズした時から始まった。あ、もうへそっからだ。そっから入れてるんだ、はい、そっから入れちゃってるんで、うん、入っちゃうよね。そりゃそうだよ。変な嘘で、まあ、5歳から兄が2人いて、気づいたら兄と一緒にサッカーやってたみたいな感じです。だからもう一番上が3つ離れて、次男が年子なんで、はい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 、だからもうリアルに4歳、3歳ぐらいからもう兄と一緒にボール蹴ってました。そっからまあ兄と同じ道をたどってったみたいな。小学校、中学校はお兄ちゃんいると ね、 そうですね。俺もお兄ちゃんいたから自然とこう完全兄のサッカーに入って、兄と一緒に公園行って、兄の友達と一緒にサッカーやってみたいな、うん、小学校はもう完全地元のクラブ、仙台スポーツシューレっていうチームでやってて、で今はもうそのクラブチームもなくなっちゃって、で、まあ、名前を変えてラソススポーツクルビっていうチームの名前を変えて。待って、あ、さ、え、まず最初のチーム名が何？仙台スポーツシューレです。仙台スポーツシューレ、はい、シューレっていうのはドイツ語で学校みたいな意味があるチームで、ほんで今名前が仙台スポーツクルビ、ラソスクルビでした。なんか難しい名前です。もうなんかどっちにしろ癖すごいね。でもなんか両方とも今その東北で唯一のソサイチってわかりますか？はい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 。ソサイチ7人制かな、はい、ソサイチフィールドを持ったチームです、うん、あ、そうなんだ、はい、東北のソサイチリーグにも参戦しようとしているクラブです。そのラソスクルビ、そうです。ラソスクルビ、ね、スポーツクルービーみたいな、まあ、調べれば出てきます。うん、新しいチームなんで1年前、2年前ぐらい。ああ、もうじゃあほんと最近だ。名前を変えただけなんで、はいはいはい、変えただけでもない。もともとそのジュニアユース、仙台スポーツシュレっていうクラブのジュニアユースの監督をやってた人が、まあ、独立をしたっていうんですかね。うん、で作ったチームで、そこにもうみんなもともと当時在籍してた子供たちとかもそこに移ったりして、うん、そこで、まあ、今やってます。でそこに所属してました自分。ピースオフとかそこで練習させてもらったり、あ、言ってたね。コーチングスタッフとしてコーチングしたり、うん、今もずっとそうやってつながってるんだよね。はい、ずっと繋がってます。いいね、そういうの。ちなみに仙台スポーツシューレはシュミット・ダニエルっているじゃないですか、フィリピン日本代表の、が所属してたクラブです。自分のチームメイト。え、今いくつ彼？27っす。でも自分と同じだ。もうじゃあ同い年で、はい、シュミット・ダニエルと同じチームでプレーした。これ豆知識なんですけど、うん、彼今日本の一番のゴールキーパーじゃないですか、うん、当時は東北一の長身ミッドフィルダーでした。これ面白くないですか？それちょっとおもろい。それちょっとおもろい。自分トップ、442のトライアングルも自分トップ下の彼がボランチ。ああ、もうじゃあもう完全に中盤を一緒に形成してた。はい、うん、彼が守って自分が攻めるみたいな。素晴らしいね。だから今の下野のあの技術も、あ、そうだよね。そっから培われてるのかな。東北一の
ボランチだったわけでしょ。大型の、ね、普通にうまかったっす。初蹴りとかたまに来るんですけど、彼の足元の技術は普通にもフィールドでやれるぐらいのレベルです。あ、すごいね。そういうことね。これ豆知識です。多分11月ダウンベルギーに試合見に行くから。俺も行こう。力さん行きます。ベルギー自腹っすよ。行っちゃう。自腹っすよ。昨日 LINE したんで。代表の試合？いや違うっす。あいつ移籍するんですよ。あ、移籍するの？ベルギーのシントロイデンでした。はい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 、はい、あ、マジで？あの日本人いっぱいいるとこでしょ。はい、移籍するんですよ。そういうことね。それでベルギー行くっつってんのね。そうそう、それで試合見に行こうかなって。あ、それは行った方がいいね。一回サッカーやめてます、あいつ。もう何なの？待って、じゃあ俺ヒカルの話を聞きたいのにさ。いやでもこれ結構あれじゃないですか。待って、いや、おもろいおもろい、聞きたいけど自分の話。まあでも今のでも十分おもろい。とりあえずシュミット・ダニエルが大型ボランチ出身で一回サッカーやめてる。中学校の頃一回確かバレーかどっか行ってますよ。あ、でもスポーツはやってたんだ。スポーツやった。グレタとかじゃなくて。分かんないですよ、グレタかどうか分かんないですで、ヒカルは中学、高校。高校はそれも兄の影響なんですけど、うん、ちょうど入れ替わりの年なんで清和学園高等学校所属の、うん、ドリブル大好き高校、ね、ドリブル大好き高校です。もう兄が高2ぐらいの時から自分も練習参加してました。ああ、いいね。清和にいいっすかっていいっすかみたいな感じでサッカーボール持ってこういう感じで行っていいっすかみたいな感じでこうボーッと見てたら大体お混ざれよって言われるじゃないですか、うん、それ狙いっすいや大事です。でもこういう積極性めちゃくちゃ大事っすよ絶対。だからもう中2ぐらいから、まあ、B チームとか C チームとかでしたけどに混ざって一緒に練習試合とか出してもらったりしてました。ああ、いいね。たまにそうやって上の人とかとやるとやっぱ経験値得れるし、いやもうすごいやっぱフィジカルが違いますから、うん、個人技を生かしたチームなんで、うん、好き放題って言い方はあれですけど自分の自由にやれてたんで、そのまま清和に入学して3年間特にこれといった成果は出せなかったんですけど、でもまあプリンスリーグ自分らの年は2、青森山田が1位の人たち2フィニッシュなんですけど、あ、それすごいじゃん。当時柴崎岳とか、はい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 、シーナとか今井看板でいたんですけど、うん、そいつらとよく試合してまして、当時の青森山田選手権2位だった、全国2位だった、うん、そのチームに勝ち越してますから。唯一それすごいな、東北で。すごいな。強い相手とやればやるほど力発揮するような高校でした。でわけわかんないところに負けたりするでしょ。そうですね、宮城県大会めちゃくちゃするみたいな。出る杭を打つとかそういう感じで、うん、新しかった当時スタイルが、うん、一人一人が個人技使って狭いスペース入ってって、まあ、パスもしますけどそのスイッチとかして崩していくみたいな、当時なんか、なんていうんですか、ちょっと異彩を放ってて斬新な、ね、そういうのを潰しに来るじゃないですか、大体。はい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 、出る杭を打つ、強い強いところがね、ガンガン打たれてました。パンパン釘キュッてキュッってそこ崩しきれなかったです、宮城県。まあそこには負けんなみたいになるよね。そういう風になってくると、新人戦、自分は新人戦まではずっと優勝とか、新人戦までは、3年生になってからは周りの高校も強くなってきて、インターハイ予選、県2位、選手権はベスト4、あと1歩、2歩っていうところで負けるような経歴しかなかったですね。で、大学は高校の上誠司監督の母校である仙台大学に、スカウトされたっていうか、オファーをもらったっていうか、上誠司監督に呼ばれて、職員室行ったんですよ。そしたら、もう顔合わせるなりに、お前仙台大学なって言われて、決定しました、自分の指名。決めずとも、決まってた、はい。他にもちょっとなんかないのかなって思ったんですけど、じゃあプロ志望ではあったんですけど、仙台大学なって言われて、自分からしては絶対的な存在だったっていう感じですよ、全てにおいて。はい、そうなんだね。全く面接の練習とか何もせずに行ったら、仙台大学の面接行って、パッて普通に入ってって、挨拶したんですよ。そしたらもう一回って言われて、
大学受験の面接です。そうだよね、大学受験俺してないから分かんないけどさ、はい、なんかみんなすごい練習してたのよ、はい、そのなんかコンコンとか、はい、なんか失礼します、はい、閉めて歩いてとかさ、座るまでのなんかことを、はい、すごい練習してた記憶あるから、はい、ちゃんとしなきゃいけないでしょ、それちゃんとしなきゃいけないです、うん、で、それを全くしなかったんですもうだっていけるって分かってたからだってもう仙台大学なって言われてるわけだもんね。でもこれが自分のダメなところで、うん、ちょっと楽をしちゃうみたいなそれは自分の反省なんですけど、甘えちゃった、まあ、前の人を見てたからそれは真似ね、真似してみたら全然違かったらしくて、その試験官の人にお前出直しって言われて、もう一回出て、もう一回入ったんですよ。そしたらもう一回出直しって言われて、2回やばっ、あ、俺も落ちたと思って、うん、お前今立ってるけど、どこにしか入れてんだって言われて、もう分かんなくて答えるしかない。そんなの言われたっす、言われたっす。お尻ですかねって言ったら、ちげえだ、おへそもまだ力入れて、全体的に力入るからみたいな感じで言われて、はい、そこでなんていうんですか、社会常識みたいな、ね、社会常識を知ったよかったね、教えてもらえて、教えてもらえてよかったですけど、うん、プロになるまでの経歴、うん、まあ、まとめちゃうと結構線路をたどってきたかもしれないです。教えてもらったというか、誰か、はい、誰かと同じ道を、そっかそっかそっか、あんまチャレンジしてないかもしれないです、うん、チャレンジっていうか、もうなんか気づけばその道を歩いてた感はあります。そうだね、まず最初始めたのがお兄ちゃんたちがやってたからっていうので、はい、初めて小中コース、高校もお兄ちゃんの行った高校だもんね、次男が行った、そうだよね、大学も、まあ、監督に仙台大学なって言われて進学して、中学校の頃も県トレとか入ったりしましたけど、大会とかは全く連れてもらえなかったし、まあじゃあ日本では仙台大学までやってっていう感じだね、はい、じゃあそこからどうやってプロになったのか、次の動画でお会いしましょう。それではあ、ここで切るんですか。ここで切りまーすバイバーイ